ジョルジュ・レイケンスは、ベルギー出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションはディフェンダーであり、激しいタックルが持ち味だった。選手時代は、ベルギー代表であり、監督としてもベルギー代表監督を務めた。現在は、チュニジアリーグのエトワール・サヘルの監督を務めている。1984年に、サークルブルエ監督に就任して指導者の道に、 進むと、就任初年度の1984から85シーズンにはベルギーカップ優勝を果たした。1989年から1991年までフルスクラブブルッヘの監督を務め、1989から90シーズンにはジュピラーリーグ優勝、1990から91シーズンにはベルギーカップ優勝を果たした。 1995年から1997年までは RE ムスクローンを指揮し、好成績を収めた。1997年1月にはベルギー代表監督に就任し、1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選を指揮。プレーオフではアイルランド共和国に勝利して本大会出場を決めた。フランスで開催された 1998FIFA。 ワールドカップ本大会ではグループ3位に終わり決勝トーナメント進出を逃したことで解任された2003年アルジェリア代表の監督に就任したが短期間で退任した2009年5月29日キロボルト・コルトレークと3年契約を結んで監督に就任した2010年5月ベルギー代表のディック・アドフォカート監督が退任して ロシア代表監督に転任したため、5月11日、レイケンスは、コルトライク監督を辞任し、UEFA ユーロ2 0 1 2までの契約で再び、ベルギー代表監督に就任した。UEFA ユーロ2 0 1 2予選では、中盤戦までにドイツに次ぐ、グループ2位の座をキープし、2011年4月12日、契約を2014年まで延長した。 結局 UEFA ユーロ2012本大会出場は、かなわず2012年5月13日、クラブブルフヘと3年契約を交わし、クリストフ・ダウム監督の公認として、再び監督に就任することが発表された。2012から13シーズン序盤は受戦無敗と、好調だったが、2012年10月から11月に、かけて4連敗を喫したことから、11月4日、 成績不振により解任された。2014年、チュニジア代表の監督に就任した。2016年10月、アルジェリア代表の監督に再び就任したが、アフリカネーションズカップ2017予選の敗退を受け、2017年1月24日に辞任した。2017年10月30日、ハンガリー代表の監督に就任した。 1966年に体操競技のベルギー王者に輝いたルイ・レイケンスはジョルジュのいとこである。現在、ルイはヘンクにある体操競技選手養成学校で更新の指導に当たっている。ありがとうございます。